毎度どうも。今回もやってまいりました。初心者から始める自作パソコン解説。今回は古い PC の改造をしていきます。この前から言ってたやつな。割と古くなった PC も改造すればまだまだ使えるものも多いです。メモリーやストレージの交換はよくやると思いますが、今回は CPU や電源周りなど、かなり根本的な改造をします。こういう改造はデスクトップの特権と言っていいでしょう。ノート PC は無理なのか？ノート PC でもできなくはないですが、難易度がかなり上がり途中で破壊するリスクが高いです。あと中古の CPU がノート用はあまり売ってないというところもありますね。ノートはメモリーやストレージの交換以上は避けた方が無難でしょう。では今回改造する PC です。はい、ドン。レノボ H330 というシリーズです。よく売れてたみたいなので見たことある方も多いんではないでしょうか？今から10年前の PC ですね。古。購入当初はメイン PC でしたが、受付の PC となりまた10座に行ったりと、時の流れで今は1スタッフの専用 PC となっております。毎日使うのによく今まで持ったな。メモリー増量したり、OS をアップでしたり、全バラして掃除したり、SSD に換装したり、CPU グリスを交換したり、いろいろ手を施してきましたが、最近はよくフリーズや電源が起きたりしてもう限界です。厳重を全うされました。と言いたいとこですが、まだ働いてもらいます。おにぃ。とりあえずメーカー記載のスペックを見てみましょう。Win7、Intel i3-2100、メモリー DDR3-4GB、ストレージハードディスク 500GB、DVD-R はとうの昔に壊れたので外してます。当時6万から7万くらいだった気がします。なんとも時代を感じる仕様ですね。では相違がないかソフトを立ち上げてみてみます。CPU-Z というフリーソフトを使います。PC の細かい中身を表示してくれるのでおすすめです。こんな感じで。CPU は Intel i3-2132 ナノメーター2コア4スレです。はい、出ましたサンディブリッジ。Intel コアシリーズ第2世代の名前です。通称サンディおじさん。マザボのチップセットは H61 ですね。このあたりは重要ですので、後編で詳しく説明します。さらっと前後半に分ける気だな。メモリーは 8GB に増設してます。OS もインテンに変えてます。まあサンディおじさん2点はきっと辛いですが。2世代目 i3 の時点で今では弱すぎる。今しのセロリンにも負けてますからね。コア2秒かな。ここで PC の中を開けてみましょう。デスクトップはメーカー品も自作も基本は同じです。ここが CPU と CPU クーラー。10年前の CPU クーラーなのでこれも交換します。古すぎてただの扇風機になってると思います。ここが電源ですね。先ほど言ってたように起動してるとき途中で電源が落ちるのは、こいつが10年もののせいでしょう。しかもがっつり中華製ですし。10年毎日使った中華製は怖すぎる。メーカー PC の安いのはこの辺が予算削られまくってますしねー。まあ今回交換する電源も安もんですが、メモリーはここですねー。先ほどの通り 8GB に増量してます。メーカーバラバラじゃねえか。DDR3-1333 なんて動けばいいんですよ。10年前なら大炎上発言だな。ストレージはここです。ハードディスクが地獄重くなったので、2年前に SSD に換装しております。ハードディスクを SSD に換装すると PC が格段に速くなりますよ。さて今回交換するパーツは、サイズのコア TFX275、TFX 電源という小さい電源です。275W しかないのでグラボは対応できないと思った方がいいですね。3300円でした。安っ。このサイズというメーカー安いパーツでよく見かけますが、ロゴがなんでかまなんでしょうか？
パーツが死神とかやだな。CPU クーラーはクーラーマスターの i50 というやつです。驚異の690円でした。ほんまに使えるんかいな。CPU は中古で見つけた。i7-3770 です。3世代目のやつで9000円くらいでした。このマザボだと2世代目の i7-2600 がすんなり使えますが、本来ならマザボについている H61 チップセットは3世代目も使えるはずです。この時代の世代またぎは怖いぞ。中古市場が2世代目も3世代目も似たような金額なんで、あえて賭けに出ました。だって 1.3 倍くらい性能差あるんですもん。フラグの匂いがする。2世代目の乗せ替えではなんか味気ないですからね。ここは勝負していきましょう。出刃作用していきましょう。まず CPU クーラーのフードを外して。フード自体が時代を感じるな。電源類をバシバシ抜いていきます。年代物のメイン電源はクソ硬いっす。マザボも外していきましょう。こういうところはメーカー品も自作も同じですね。先に USB とか外すの忘れてました。忘れてた USB とか SATA を外してます。空っぽなた。そして電源を外します。10年間お疲れ様でした。さて新品の電源の登場です。TFX 規格ですのでぴったり合いますねー。と思ったのですが、なんか微妙に小さいです。というか前の電源が微妙に大きかったです。強行でネジ締めしてみましたが、ネジ穴が全然合いません。マジか。こういうメーカー品あるあるの、勝手な企画とかほんとやめてほしい。とりあえず前の電源の外枠を有用できないかといろいろゴニョゴニョやってみましたが、どうにもうまくはまりません。とりあえず合う穴一つだけ閉めて、先にマザボ類を戻して起動テストをすることにしました。最近映像の再生を早くすることを覚えました。今さらか。配線類を戻していき、動作確認をします。SSD も復旧しまして、メモリーもラッチが上がるまでしっかり押し込みます。とりあえず仮組み完了。電源を入れまして、はい、無事起動しました。電源自体は大丈夫のようです。せっかくなんで SATA ケーブルも、余ってた新品に交換しておきました。さて電源問題をどうしようかと。ケース下部にマウントする電源だったら最悪固定ネジとして、ネジ1個でもなんとかなりますが、このケースは上部マウントですので、ネジ1個で電源を宙吊りするのは危険すぎます。さあ困った。悩んだ主はいろいろ考えた結果、最後の必殺技に出ました。何をする気だ。まさかの、パリボー。斬新でしょ？世界中で100均の突っ張り棒で電源マウントするやつはお前だけだ。このケースの無駄に強固なところと、しょぼ電源の軽さがなせる技です。ちゃんと視点を抑えているところがミソです。うるせえ。案外問題なく動いております。まあ後で 3M とかの強力両面テープで補強しておきます。密閉ケースなんて正常に稼働すれば、何やったってもいいんですよ。エノボ社に怒られろ。正直新品の PC を自作するより、古い PC の改造の方が予想外のことが起きるので、難易度が高いです。特に市販のメーカーのやつは規格が独自なものが多いので、なかなか一筋縄でいかないことが多いですねー。まあメーカーのライン工場とかで作ってるのもあるしな。ただ古いと中古パーツの相場も安いので、いろいろと遊べますけどね。中古のジャンク PC とかを2000円くらいで買ってきて、いろいろパーツを集めてゴニョゴニョするのもいいですよ。練習にもなるしな。いきなり新品パーツ買ってみすると、お財布と精神にダメージでかいですからねー。ということでこの先の CPU 交換は後半に続きます。今回もご視聴ありがとうございました。ではまたでーす。